ソコ、イーヤ j ・ j 22オラオベオグラード、航空博物館に展示されている、試作書号機ソコ、イーヤ j ・ j ェイマ22オラオは、ユーゴスラビアのソコ社とルーマニアのイーヤ社が共同で、開発した、軽攻撃機である。ルーマニアでは、イーヤ・93と呼ばれる。愛称のオラオは、ワシのイ。イーヤ・93は、基本的構造は、同じ機体であるが、電子機器。 平装など細目は J-22 のそれとは異なるため別個の機種とされることもある。ユーゴスラビアとルーマニアが国際共同開発機構ジュラムを作り共同開発した。最初の生産型の裏オをオ1の時点で主翼が薄く前円交代角43度、下返り図の3度、テーパー比3、アスペクト比3.6という切り落としデルタ翼に近い形をしており、 さらに高翼配置としていた。そして水平尾翼は低く配置するなど超音速機の外見はしていたが、エンジンはリヒートなしだったため、アオン速機であった。その後1983年にリヒート付きのオラオニが完成し、見た目通りの超音速機となった。システム関係については、HUD はトムソン CSF 社製であるなど、イギリス、フランスからの輸入品である。 複座型の NJ-22 も作られ、1977年に飛行している。機体外観は、平面紙では、ジャニアや三菱 F-1 に、正面紙では、脱走ドルニエのアルファジェットや川崎の T-4 などに似ており、速度性能や搭載力といった飛行能力もそれらのほぼ中間となる。しかしながら、エンジンが、純ジェットである上に、 旧式の機材だったため出力の割に燃費が悪く、作戦機として見た場合は、航続距離や戦闘行動半径が小さいのが難点である。低空飛行をするオラオセルビア空軍及び防空軍第98飛行旅団第241戦闘爆撃飛行隊の所属機ベオグラード航空博物館に展示されている試作処方機使用単位についてはウィキペディア ウィキプロジェクト航空、物理単位も参照ウェオグラード航空博物館へ、搬入中の J-22。ありがとうございます。